今日はですね、メロディックマイナースケールについてお話ししたいと思います。まあ、そもそもメロディックマイナーとはですね、ドレミアスラシドのメジャースケールのミの音がフラットした、ミの音だけがフラットした、音階になります。今回は B フラットマイナーセブンス、まあメロディックマイナーを意識した場合は B フラットマイナーメジャーセブンスというコードになりますね。まあこれを意識してですね、でメロディックマイナーこういうスケールになりますね。音使いという形になってるんですが、これをですねそのままスケール弾きで弾いても、まあどうしてもマンネリ化しがちだと。でそこでそれをね打破するためにですね、私が推奨しているのはですね、このスケールプラストライアード3和音ですね。特定のまあスケール、決めたスケール、今回の場合はメロディックマイナースケールなんですけど、そこに対してまあ何かのトライアードですね、3和音を織り交ぜていくという形ですね。このメロディックマイナーに対しての、まあ、織り交ぜていくトライアードとしてはですね3つありましてですね、まずは F のトライアード、これ F のトライアードなんですね。でこれと、あともう一つはですね E フラットのトライアード、フラットのトライアードが入ります。そして3つ目はですね、このオーギュメント、 F のオーギュメントですね。 F のオーギュメントというのは当然 F、 そして超3度のラの音、そして D フラット、また超3度飛んで D フラットの音で、これが重なるとF のオーギュメントですね。この以上3つですね。でまあ実際もうちょっと最初からちょっと今弾いてみます。この B フラットメロディックマイナーを使う時、コードっていうのは、まあ、B フラットマイナーメジャーセブンス、まあこれ今ちょっと5度も音もちゃんと入れてますけどね、まあ音的にはこういうコードになります。これバッキングトラックで弾いて、まず F のトライアードを弾いていきたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォですかね。マイナーコード、マイナーコードの上でこのメジャーのトライアードを弾くとですね、かなりこうもう完全にそのメロディックマイナー、メロディックマイナースケールを弾いているつもりなんですけども、 F のトライアードを弾くことによってかなりもうその明るさが出るというか、またこうね、聴いてる人としてはまあ到底メロディックマイナー、マイナースケールを弾いているとは思えないわけですね。それぐらいこう雰囲気が変わるので、ぜひ、やってみてください。当然この F のトライアードっていうのはその B フラットメロディックマイナーの中に含まれている音ですからね。で、2番目ですね、E フラットのトライアードを弾くとどうなるのか聞いてみてください。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、少しね F 弾くよりも E フラットの方がちょっとまあダークな感じには聞こえるかと思います。これも立派なトライアードに変わりない、やはり明るくなる傾向になりますね。到底こうマイナースケールを弾いてるようには響かない、まあ聞こえないと思います。そしてですね、次3つ目の、アイデアとしては F のオーギュメントですね。
を弾くと、こういう風になります。ワンツーワンツースリーフォマイナーを弾いてるなっていう要素がかなり含まれてくるので、そういったこう色合いもまあね、弾いてみていただいて、ご自身でそのどれぐらいメロディックマイナーの成分が入っているのかっていう風なものを感じながらですね、練習していただけるとより理解できる。ただ単に音の羅列としてねって弾いているのではなくて、そのトライアードを取り入れることによって色合いがよく理解できるんではないかなと思います。ではですね、少し織り交ぜてみてですね、F のトライアード、E フラットのトライアード、これちょっと2つちょっと織り交ぜてみて弾いてみたいと思います。これ純粋にこれ F のトライアードです。5度1度3度これ同じです。これ E フラットのトライアードになってます。これね、単純に行き来してるだけなので、これをちょっと弾いてみたいと思います。ワンツーワンツースリーフォですが、かなり弾いてる側としては面白く、いろいろこうアイデアが出てきます。たった2つのトライアードの組み合わせなんですが、これがまたギターで弾くとなるとかなり難しいので、練習は必要かと思うんですが、慣れてくるとそのトライアード、まあ各それぞれ3つなので、その組み合わせ、まあ今回の場合 F と E フラットなんですけども、その組み合わせ方、音っていうのが配列がすごく近くにあったりするので、ここで弾いた場合っていうのはすぐ近くに E フラットの音がこっちにあるわけですね。 F まで来た場合っていうのは E フラットの音がここにあるわけですし、あと逆にですね、ここ今 F から見た5度の C の音なんですけど、じゃあ次 E フラットに向かいたい時の一番近いっていうのはこの B フラット、 E フラットから見た場合5度の音があったりするので、このね、組み合わせっていうのは割と近いところにあるので、慣れてしまえば、割とアドリブはしやすいかと。はい、ではですね、今度は今の2つ F と E フラットのトライアードプラス、まあオーギュメント、まあオーギュメント弾くだけでもかなり難しいんですけども、それをちょっと織り交ぜてちょっと弾いてみたいと思います。ワンツーワンツースリーフォースケール、もしくはメロディックマイナースケールで使っているこの B フラットマイナーメジャーセブンス、まあこれを決定づけるこのもうこのコードの形の中に入ってるわけですね。メロディックマイナースケールを表現するにあたってはもううってつけのトライアードの一つになるかと思います。では最終的にちょっといろいろ織り交ぜて、弾いてみたいと思います。ワンツーワンツースリーフォー
でしょうか。今回はですねメロディックマイナースケールについて、少し深くお話しさせていただきました。動画の方ですね、気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録、グッドボタンの方、よろしくお願いいたします。ギタリストのジョーセンでございました。またね。